ダークソードよ。今こそ闇を解き放ち、光の剣へと姿を変えよ。臭くて。あ、ちなみにお友達を連れてきてます。黒い手のゴッドヒルトさんです。よろしくお願いします。いや、初めて使うけどね。ほう、サリバーン。お前が二人で来るというのなら、こっちも二人だ。あ、第一形態は、とりあえず。あれ、ゴッドヒルトさん何やってるの？お、いいね。お、いいね、いいね。かなり。え、柔らかくない？ちょっと。ゴッドヒルトさん、まずくないですか？危ない。俺が。あ、回復してるちゃんと。え、ゴッドヒットまずくないか。もう3分の1くらいしかない。あ、あれなってた。いて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 、なんだった。めっちゃ食らった感があったけど、これは、あ、分身か。分身はね、攻撃が通るんだよね。多少合流しちゃう。どうなってるのか分かんないけど頑張ってんの。あ、いった。こっちへ来る。俺の方に来るか。所詮分身でしかない。回復しておこう。さあ、俺は分身やろう。あ、ワープするのか。これは分身さえ倒してしまえば、あとはもう一体だからね。えたえたえた、頼む、ゴッドヒルト。何やってんだお前。弓か。もう一回食らう？ちょっと弓地区か。これ、めっちゃ連射してんだけど。今がチャンス。やばい、ゴッドヒルトが死ぬ。お前を死なせはしない。倒した。おお、サリバンよ。こちらも二人で来ればそんなものよ。いや、危なかったな、ゴッドヒルト。ありがとう。君のおかげで助かったよ。法王サリバーンのソウル。で、例によってボスを倒すと、かがり火が出てくるので、大抵。レベルって3万3000で上げられたっけ？あ、2万8000か。上げられんな。ちょっと上げよう。棺の祭事場へ戻ります。あ、ちなみにね、一人でも法王サリバーンは倒せるだけの実力はつきました。いや、本当だよ、本当。裏でやって、あ、倒せるなってなって、二人で来ることにしたんで。分身を倒すとね、楽。第二段階も。で、分身はそんなに強くないんで、先にね、分身を巻き込んで攻撃していくと、倒しやすいと思いました。いや、本当だからね、これ。じゃあ、レベル上げよう。何上げてたっけ？体力か。結局重量が欲しいんで、体力を上げていたのか、体力35とかまで持ってっちゃっていいかな。そうすると今な、装備重量 61.7 かで、全部着てるは着てるんだよね。結構選択肢は広がってきたかな。さすがに黒騎士が持てるか。黒騎士鍛えようかな。どこまで鍛えられるんだろう。ソウルが5000しかないけど、特大剣はやっぱり重すぎるから、体剣という選択肢。グレソプラス6だったけど、光が10個あるのか。10個あるってことはどこまで伸ばせる。まあいいや、鍛えちゃおう黒騎士。はい、でプラ2プラ3プラス3で、今攻撃力が241の88、プラ4になると C に補正が伸びるのか。そうするとプラ4で運用したいな。でも光があと4つも必要だからね。ちょっと見てみよう。ダークソードで攻撃力自体は右286、これを黒騎士に変えると
ステータスにして330でも強えわ。よし、黒騎士でいこう。3でも十分だな。やっぱり黒騎士は強い。振りが少し遅くなるけど持てるようになったんでこれでいきます。で、サリバン戦後になりますけれども、サリバンを倒す前にね、和の罪の都か罪の都とかをねパッパパッと探索しましたんで、まあ、そちらをパッパパッとご覧ください。はい、じゃあそれではイルシルの奥進んでいきましょう。友人さえあれば、いや俺はその友人がいた、そのおかげで倒したよ。この先闇霊に注意しろ。マジか、今残り火状態だからね、指が必要だ。これどこだ、ここからが本番だ。あれ、ちょっと待って、あれ、なんかもう一匹いなかった。ほいで、こっち、あ、もうさすがにいないか。光る1、ちょっともう一回来た時にもう一匹は倒そう。あそこにアイテムがあるね。え、びっくりした。台掛け、台掛けはもう割とデフォルトで取れるようになったから次は塊だよね。ダークソードもだから今塊がなくて止まってんのかな。残り火さえあれば、え、そんな辛いの。残り火俺すげえいっぱいあるけどね。闇霊だと思うんだろ、飛び降りが有効だ。嘘つけえ、いやいや無理でしょ、死ぬでしょここ。あ、上にあるね。あの、え、なんだこれ、巨人。うー、だってなんか動いてね、そんなことない。どうやって行くんだ、上には回っていくのか。え、なんだこれ、あ、死んでる。で、生きてるやついそうあの上にメッセージがあるんだけど、またにメッセージとか。穴とはな、下の時間だ。いや絶対なんか今上で光ってたし。あ、そ、あいつ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 、力尽きた戦士のソウル。中から行こう。待って、黒騎士家の振りを確かめよう。これでしょ。うわー、神ぐらいの守り手、制約令。え、これって普通に侵入じゃん、多分制約侵入だよね。あ、残り火があるとねどうしてもこうなっちゃうんでしょうがないけど。ん、あそこまた見えない敵か、もやってるね。普通に探索していこう。いいね、強え。でもめちゃ食らうんだけど、両手持ちでどうだ。闇宝石、縦振り。ここにも1体いる。おい、やはりもう1プラ4にしたいな。なかなか簡単に手に入らないからね、やっぱり光るとか。え、なんだ死亡した結局見つけられなくてもういいやってなったのかな。
きやがった。おおおおおお、来た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 、足を切った倒した。こいつはなんだ、こいつらマジで。アイテムとかけら、やべ、ちょっと待って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 、どっちが減ってるんだか分かんない。一匹撃破、やべ、ほら圧倒的な強靭削り。えっ、あ、生きてるか。なんかめちゃくちゃソウルが溜まってんだけど、ドランの総槍、あっちゃ、このまままっすぐでいいのかな。あと巨人が動くかどうかだよね。やっぱり動く巨人いたか。こっちの端の方とか、えら、いっていっていって、何にもなしか。上のやつを排除しないと。てか何匹、弾幕が半端ない。駆け抜けよう、ちょっと一旦駆け抜けよう。内側から行きゃいいのか。ただし、なんでみんな後ろ向いてんだ。なったこいつら。はいはい、2人一気に一網打尽。結構広いな、裏側とかなしか。なんかこの中に入っていきたい気もするけど、外のやつが邪魔だからな。なんかまた音がするんだけど。主教のスカート、何の音、これめっちゃゴロゴロしてる音がするんだけど、お前だ、まず邪魔なんだ。当たんなかった。あ、こいつ強靭が強い、強靭が強いけど、なんだザルだ。両手持ちやっぱいいね、体験両手持ち強い。で、ここがさっきの上のところか、台掛け。あとこっからパッと見てなんかアイテムは分かんねえから、あとでじっくり探索しよう。まずは進む。こっちに行くのか。さっき下にも行けるし、選択肢はいろいろだな。まずはちょっと正面の方から行きたい。あ、あとここ書とかか、多分。あ、そうだよね。あれ、ここにも突っ立ってんじゃん。これはもう軸さえずらしてれば避けられる。あいつらがわめいてたのか、さっき。じゃあ中に入りますか。新しいところはちょっと縦構えながら行きたいんで、片手持ちにします。ん、これは何でもないか。あそこはなんだ、霊峰ガガゼ島だっけ。なんかわかんねえFF10 とか忘れた。でここにアイテム、おお、鱗貴重だ。1種類ずつしかちょっと鍛えていけないよね、個数的に。待て、
大槍、あっこれだって大槍だ。まずい。どっちだ、こっち側か、降りて大丈夫か。いやもう一方通行。アイテム台掛け、おお元気しか、いったやべ落ちる、あーやべ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 、普通にローリングで落ちた。回収、ここはもうアノールロンドだね。てかね、アノールロンドがあるのはちょっと知ってる、それは見てしまったんで。あ、あるんだな。来た、もう何だったこいつ。でこいつは無視しよう、駆け抜ける。ここは大丈夫かな。でこいつは邪魔なんだ、とにかく銀騎士が黒騎士に勝てるとでも思ったか。攻撃力は高えよな。消えよ大賭け。ちょっと一発食らうとかなり減るな。黒騎士着込んでこれか。まずは邪魔なやつを倒す。あれ後ろ取れなかった、やべ、いや何回攻撃してくんだおめえは。かけら2で上から狙撃してくるやつは倒したか。そうするとあっちは特になしか。じゃあ先へ進んでいこう。うん、いる。なかなかのとこに配置してるではないか。消えよ。半分くらいか。硬いな。一発じゃひるまない。かけらに。3万5000。こういうとこないかな。ない。またレベル1上げたい。いるな。2体か。どうする、釣れるやつから釣るか。ほい。さあ来たまえ。こっちへ来い。スターブからの両手持ち。1、2、へえ。アイテムを落とす確率もかなり高いね。で大丈夫かな、もういないよねって言ってると配置してる可能性があるからな。後ろを取り両手持ちにして立ち上がったところを、ちょ待って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 、いってつえ、やって待って待って、やられた、くそ。銀騎士の槍か。ここは華麗にする、あここだった、華麗にするして、くそ、やつが来る前に、そうなんだよね、来るんだよね、やっかみするしよ。ここはやっぱ逃げる、こいつもする。で血痕だけ回収したい、とにかく。どこだ、あんなとこに怒ってんのかよ、いって、よし、もう勘弁してください、やばい、危ねえ。なんかこれエレベーター、違う、なんだ、どこ行けばいいんだ俺は。幻影がある、王女はいない。ここまで入ってこないかやつら。これなんだ、暗月だから、ってかまた槍が刺さってんな。ここはなんだろうね、
あ、そういうことか。あ、暗月の間か、やっぱり。え、どっちへ進むってか、かがり火が欲しいんだよな。暗月の間だったら、かがり側あってしかるべきだけ。え、マジで暗月の間だな。宝箱はない。アイテムを拾う。擬態。え、行っていいの？行ったら怒られるとかないよね。聞こう。おお。誰だ？誰の装備だっけ？寵愛の装備ではないよね。ん？階段か。めっちゃ広いけど。友人とはな。だからこの際根性が必要だ。これは死んでる。え？誰これ？なんかすげえアンリっぽくね。え？ランディの直剣。え、どういうこと？え、マジで死んでんの？兜脱いで、え、何これ。兜は脱がれてここに置かれ、これ兜はただ置かれてるだけで、顔に剣がぶっ刺さってるよ。まあ、剣かどうか知らないけど。え、どういうこと。超謎。タムケの花みたいなのがねここに置いてあるけど、ちょ待って待って待って、アンディの直剣これか。いや弱えだ。なぜか進行方正がついてんだけど。火のない灰の一人、アストラのアンリの愛犬、亡国アストラにあって最もなんだこりゃ鈍いとされていたもの。だがそれは本当に尊いものの剣であり、人の本質的な力、運により攻撃力が高まる。戦技は構え。え、てかなんでここにあるのかがわかんねえんだけど。お供も結局よくわかんないしさ、多分どっかにいたんだろうけど、まあ俺がイベントを進めてないんだな。いや、さすがに NPC 関係のイベントはわからないよ。いやー、アンリ君死んでしまったか。最初女だと思ってたからね。ここまで来て、しかもなんでああいう死に方をしてんだろう。身を捧げたのかな、もう。これは謎だ。そしてかがり火が欲しい。残り火で、レバー。おお、回転するね。で、こうでしょ。行き止まりだと思うだろう。こっち側はない。あ、でここで暗月につながってたのか。そうだよね、そういう感じだよね。なんかいてついてる雰囲気はあるけど、かなりアノールロンド感は出てる。で、行き先はある。行き先がないからもう一回回さなきゃいけないか。どっちに回ってる。上に行ってるね。で、ガチャッと。で、ガチャッとして下に行けるかどうか。下がつながってはないか。さすがにつながってはないね。じゃあ戻ろう。で、ここか。まあ、雰囲気は、ああ、アノールロンドだね。やっぱり雰囲気は残してるわ。で、こっち側へ入っていくのか。向こう側でもないね。まあ、全く同じではない。かがり火あるから一回レベル上げよう。棺へ帰ります。じゃ
そうするとレベル上げだけども、今その指輪をつけてやってるじゃないですか。だからちょっと3レベル分だけ技量上げようかなって思うんですよね。ちょっと技量18まで振っていって、で指輪スロットがねどうしても1つ埋まっちゃうんで、それをね別のスロットへ切り替えたいと思います。だってハベルとエストと緑化はもうほぼほぼマストになっちゃうんで、そこにほら超ホワイトカゴの指輪みたいなのがあるはずなんで、それが来たらそれも装備したいからね。というわけでちょっと技量あと2、最悪なんか真なる力みたいなのを引き出してみる。まあまだいいか。では行きますか、アノールロンド。じゃあこれはこのまま先へ進んでいきましょう。ガーゴイルとか来んのかな。ガーゴイルどころ銀騎士がまだいたか。こいつらさみんな雷エンチャしてるよね。ちょ銀騎士無理はしない、一発撃ったらちゃんと間合いを取る。ちょめっちゃ転がってんだけど。おお待て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 やるな、俺が死体を眺めてる間に来るとは気づかなかったよ。だが爆殺が楽だ。3000か。こいつもコロコロ転がってんのか。こいつはコロコロ転がんない。降りろ、落ちろ。落ちない。2体かで、あれこっちが正面、どういうことだ。向こうから来て、だってこっち巨人鍛冶屋のとこだったよね。こっち側が、こっち側が巨人鍛冶屋で、温相撲とか仕掛けか。やっぱ後ろから行かないとダメか。通常通りこっちから行ってみますか。赤目なんだけど、騎団長か。しかし熱え。いや一発が強えな。攻撃力が高っけ、本当に。一回食らったらマジでもう一個エスト飲む勢いじゃないと危険。で、ここガーゴイルがいたところでしょ。ただし、行けなくはなってる。心折れた戦士の空、こっち側なくなってんね。ああ、その代わり、こっちに扉っぽいのがある。開くか？いや、開かない。じゃあ巨人鍛冶屋のいた方面から進めばいいのかな。どうだ。でここガーゴイルが3体いたところでしょ。ん？来る？なんか落とした気がしたけど気のせいか。でここ塊があったとこでしょ。ダークソウル1はね一応それなりにはやってあるんで。でこっち、おお！マジか、懐かしい。確かに悲しみに注意しろ巨人鍛冶屋、お前は力尽きてしまったか。おお巨人の種火、貴様の意志はアンドレイが都合。てかアンドレイはさ、アンドレイで同じ人物なのかな。あいつは元気に刀鍛冶やってるよね。で俺は温相撲、温相撲っていうか温相撲のところに行けばいいのか。暗っ、暗 いめっちゃ暗いんだけど。霧だね。ボスか。こっち側はさすがにないか。うん、敵がいる。こっち側はさすがにないね。さすがにないけど敵はいる。仕掛け扉はちょっと解いておこう。結構の矢、お体力減らない。これは一緒。てかあんまり、え、なんだ、何がいった、なんだこいつ。あいつかいたよね。ちょっと
ひるまねえな。あ、ひるんだ。おら、しめえ。ちょっと待って、全然。いや、攻撃力高えわ。エルドリッチの。あ、開始。で、ここ開きました。で、前方にまだ、二人、いや、ちょっと待って。これはあれか、ただの。全然ダメだ。こいつらは、仕方した方がいいかな。で、まあ、ボスだけちょっと見ておくか。死んでもまあ、いや、ボスに入っちゃうとソウルは回収できないんだよな。神ぐらいのエルドリッチ、こいつか。ああ、待って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 、魔法系柱を有効活用しよう。うわ、なんだ、うわ、いって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 、なん、すごいエルドリッチ。こいつを倒せばでも王のソウルだよね。はい、というわけで、ちょっとエルドリッチに行く前に、アノールロンドね、もうちょっと探索をしていきたいと思いますので、次回はアノールロンドのもう一個前のかがり火から探索をしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。あの人、貪欲者かぶってんな。